4月2日午前の取引が終了しました。日経平均株価は反発しています。今日の全引けは50円11銭高の 39,853 円20銭となりました。一方トピックス東証株価指数は 5.43 ポイント安、 JPX 日経500 15.89 ポイント安、この複雑の指数は小幅ではありますが下落しています。3指数まちまちの全引け例です。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 18% 301銘柄にとどまっています。これに対して値下がりが 80% を超えまして1327銘柄、変わらずが約 1% 24銘柄という構成です。全体の8割強が値下がりで、ほぼ全面安と言ってもいい状況です。これを反映しまして規模別株価指数はまちまち、大型株が小幅に上昇、これに対して中型小型が下落しています。小型株の下落率は 1% を超えて大幅安、銘柄の数の多い小型株が全体的に安いということで、東証プライム全体で見ても値上がりよりも値下がりがかなり多いと、全体の8割強が値下がりという構成につながっています。逆に言いますと指数の寄与度の大きい大型株が堅調ということで日経平均株価が支えられている、一握りのハイテク株と言ってもいいかもしれませんが、一部の大型株が堅調な地合いとなっています。機内は最近としては低水準、全引け段階東証プライム売買高8億400万株余り、売買代金が2兆飛び585億円、2兆円をやっと超えたというところで全引けとなりました。このペースで1日推移すれば1日の売買代金4兆円レベルということになりますので、最近としては少なめ、それでも4兆円を超えれば決して絶対的に少ないという水準ではありませんが、5兆円を超える日が珍しくなかったところから見ますとだいぶ減ってきたということにもなるでしょうか。今日は朝方から買い注文先行して日経平均株価上げ幅広げる展開となりました。午前9時半前後には上げ幅が300円を超える場面も見られまして、節目の 4万円台を超える場面もありました。昨日日経平均株価500円を超す下落となりましたので、押し目買いが入りやすいという環境にありましたし、3連休明けアメリカニューヨーク市場におきましてハイテク株が買われてナスダック指数あるいは半導体株指数、フィラデルフィアの半導体株指数などが上昇して戻ってきたということが東京市場でも半導体関連などへの買いを誘う形となりました。為替相場が円安ドル高方向に触れたことも輸出関連株には追い風となり、日経平均株価堅調な展開、もっとも朝方の買いが一巡した後は国内の機関投資家とみられる含み益の益出しですね、昨日に続いて売り注文が徐々に出てきたということで上げ幅を縮小、トピックスは小幅ではありますが下落して全引けとなりました。そういった中で買われたセクターとしましては半導体関連が全体的に堅調であります。一方個別の上昇した銘柄としましては再生エネルギーの発電開発などを手掛けますレノバ9519、こちらが商いを伴って大幅高となっております。年初来高値更新です。こちらは昨日の引け後に東京ガスと資本業務提携すると発表したことが手がかり材料、東京ガス向けに第三者割当増資を行って177億円余りを調達するという計画が明らかになりました。これが前向きに評価されています。逆に下げた銘柄としましては低価格の実用ファッション衣料チェーンを展開します島村8227、こちらが売り注文に押されて大幅に続落となっています。こちらは昨日の引け後に決算発表を行いました。前2月期決算につきましては増収増益で着地しました。合わせて発表しました今期25年2月期についても増収増益予想ではありますが、これが市場予想を下回ったということで売り注文に押されている今日の前場の動きです。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。